みんなの願いをマクロスグッズで叶える夢の実現企画、神谷浩の叶えてピロピロ。今週もラジオの前のみんなの願いを叶えちゃうぞ。熊本県のピロネーム徳田健川さんからです。中村さんのようにかっこよくなるためにはどうしたらいいでしょうか。何かいいアイテムはありますか。俺に聞けよ。わほー。ということでね、なぜこんなクソみたいなコーナーに相談するんだ。中村のようにかっこよくなりたいというですね、はい、夢を叶えるためにこちら用意させていただきました。なんだい。なんとですね、この番組初かもしれないぐらいですよ。初かもしれないぐらい本当に初出しの商品があります。この番組ね、全宇宙の皆さんにね、最新情報をお届けする番組なんですけどもね、はい、残念ながらゴテゴテに回ってるって現状じゃないですか、はいはい、ね、公式サイトの方が先に上がったりとか、はい、そういうことなんですけども、今回初めてです。なんと2010年冬に発売んですね、こちらのにゃにゃー。見てこれ、超可愛くないですか。スカートです。その通り。そんな、これは何、これなんていうの、ね、ちょっと待って、スカートですっていう紹介の仕方、はい、スカートと、そしたらにこれのセットなんだ。ワンショルダーのトップスでございます。これ見て、なんか思いつかない。ここはいわゆるあのランカが、そうなんです、ランカがね、劇場版のね、偽りの歌姫でね、こう着てたね、可愛らしい格好なんですよ。ストロベリーっぽい格好のね、でさらにこういうジョッキ中島さんデザインですよ。はい、はい、そうだよね、これめぐみちゃんデザインだもんね。そうなんです。これはあれだね、これは太もものとこに来るやつだね、これね、これ白いタイツを履いてね、今度これこう太もものとこに飛べるやつだね、これね。そうだよね、はい、これはあれかな、これはどこ飛べるやつかな。それ反対の足じゃん。これ反対の足でも太さが違う。あれ本当だ。あれ、それはどこかな、腕かな、あれどこかな、首かな。これはどこにつけんの、これは、これはどこにつけんの、これは、え、それこれどこにつけんの、これいろんなとこだよ、いろんなとこ。あ、それ靴だね。靴か、うわこれね、いろんなね、これ頭につけんのかな。本当にね、すごいよ。中村見てみ、女の子の服ってこうなってんだよ、ほら。ほら、見てみ。ここで開けんだよ。俺らにわからない秘密のベールが。そうだよ、みんなこれ音だけ聞いて、音だけ聞いて。これね、女の子のスカートのチャックを下ろす音だよ。ふぅふぅ、神谷くん。え、神谷くん、いかんよ。出ないな。神谷くん、ラジオ。じゃあ次、上げるから。あ、ジップを上げる音ね。女の子のスカートのジップを上げる音だよ。うん、ほんと俺のジップ上げてもそんな音じゃない。おい、バカ言ってんじゃねえ。繊細な音かな。全然違うよ、俺のより全然繊細な音だもんね。そうだ、俺間違ったこと言ってねえからな。あ、スカートのジッパーを上げる音だからさ、今のだけで本当に頑張れる人は頑張れんだよ。何を頑張れるかそれぞれに任せるけど。お父さんに聞いちゃダメだぞ、うん、これさえあればもう中村くんが目じゃないですよ、ね、これ後で僕はあのめぐみちゃんに来てもらって写真撮りますから。うわ、解決したんだ。嘘、解決したの。みんなの願いは俺が引き受けた。神谷浩の叶えてピロピロのコーナーでした。まあ、調べればいいか。